ケインズ・アダムスは、サウスカロライナ州、グリーンウッド出身のアメリカンフットボール選手。NFL のタンパベイ・バッカニャーズ、シカゴ・ベアーズでプレーした。ポジションは、ディフェンシブ・エンド。小さい私立高校である、ケンブリッジ・アカデミーに所属していた、彼は8人制のフットボールチームに所属し、ワイドレシーバー、ディフェンシブ・エンドとしてプレーした。USC の元 QB だったスティーブ・タネヒルに、 指導されたチームは2000年には4試合で、カンプ勝ちそのうちの1試合では80から0で、勝利した。チームはこの年1敗しかせず、彼は高校時代158回のキャッチで4394ヤード、65タッチダウンを上げるとともに341タックル、10インターセプト、33サックを上げ週のオールスターに2度選ばれた。2001年、 ホークユニオンミリタリーアカデミーに入学し10試合に出場58タックル22サックにインターセプトを挙げた。いくつもの強豪校からオファーのあった彼はクレムゾン大学への進学を決めた。1年時の2003年彼は控えディフェンシブエンドでありわずか15タックル1サックの成績に終わった。2年時の2004年には35タックル。 8サックを挙げるとともにスペシャルチームで出場し、パントを二度ブロックした。スペシャルチームでのハードワークが目立ちクレムゾンの12人目の守備選手に与えられる賞を受けた。2年終了時点で彼は NFL ドラフトにアーリーエントリーすることも検討したが評価が低かったため引き続き大学に残った。三年時の二千五年に彼は飛躍的成長を遂げて十六タックル。 9.5サック、サンファンブルフォースの成績を上げた。4年時の2006年には、カレッジフットボール最高のディフェンシブエンドと評価されるようになり、全12試合に先発出場、12.5サック、2ファンブルフォース、3ファンブルリカバーの成績を上げた。大学通算28サックを上げたがこれは、マイケル・ディーン・ペリーの記録体であった。またオールアメリカンにも選出された。 NFL スカウトコンバインの際に過去にマリュファナを吸ったことがあると告白していたものの2007年の NFL ドラフト一巡目全体4位という高い評価を受けてタンパベイバッカニャーズに指名された7月26日に6年間で4600万ドルの契約を結んだこの年第5週のインディアナポリス・コルツ戦でアダム・ビナティエリの FG をブロックしたまた 第11週のアトランタファルコンズ戦でプロ初サックを決めた。シーズン終了までに彼は35タックル、6サックにファンブルフォースの成績を残した。この活躍で彼は NFL オールルーキーチームに選出された。プレーオフのニューヨークジャイアンツ戦でチームは敗れたものの彼は5タックル、1サックを挙げた。2008年、 第2週のアトランタ・ファルコンズ戦では2サックを挙げた。第3週のシカゴ・ベアーズ戦では、オーバータイムに、プロイリアと初のインターセプト、そのまま、リターン TD を決めた。第4週のグリーンベイ・パッカーズ戦でも、アーロン・ロジャースからインターセプトしチームの勝利に、貢献した。第8週のダラスカウボーイズ戦では2サックを決めたが、チームは敗れた。2009年10月19日、 彼は、翌年のドラフトに準指名権と引き換えに、シカゴベアーズにトレードされた。彼は10試合に出場し7タックル、1パスブロック、1ファンブルリカバーの成績を挙げた。2010年1月17日、自宅で倒れていたところを、ガールフレンドの通報で病院に運ばれたが午前8時21分に、死亡が確認された。解剖の結果、拡張型心筋症による、 心停止であることが分かった。彼の葬儀には、クレムゾン大学時代の恩師であるトミー・ー・ボーデン、シカゴ・ベアーズヘッドコーチのラビー・スミスら1000人以上が参列した。2010年シーズン、シカゴ・ベアーズは彼の背番号99をヘルメットにつけてシーズンを戦った。ありがとうございます。